ダークソウル3ではロスリックの攻壁の続きからやっていきたいと思います。また下に降りていきましょう。でここはさすがに仕方できないんで、きっちり倒していく。縦受けして1、2、下に降りて、で2匹は相手にしたくないからこいつやって1、2、一発で倒せるようになりたい。一つでこの壺大丈夫？爆発しだすからね。じゃあ先へ進んで、まあ、ここもねきっちり前回やったとこだけど1、2と。これはダメだ。カウンターでうまくダメージ入ったかなって思ったけど全然違ったね。で左の海ちゃんは放っておく。下までは降りてこられないはずなんで、はしごを、あそこにアイテムがある。多分叫び出すけど、叫んでて、いて、食らった、クロスボウ食らった。これ降りて大丈夫？あそこに兵士がいるか。ジャンピングのポイントだと思うけど、黒壺をゲット。あっち側に向かってアイテムがあったと思うんだよね。戻れる。あー結局兵士倒さなきゃいけないのか。やりもち兵士嫌いだからな、ほんと強い。逃げよう、間合いを取る。2発入れられるね。あーダメだ、少し一つのあれが遅いか。ここ全然ダメ。やばい、椅子に引っかかってる。あこれやばい、うわ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 、いや そこまでのダメージにはならない。いったい、やばい、死ぬ。エースと、もう一発、いや軸をずらされた。こいつ一人にエースと2個使うかな。マジか、あと8とか。押した、押し通った。回復の施し使う。あまたアイテム落としてるっぽい。抵抗いらない。ちょっと重そうだよね。でこっちから行っていたよね、左に。もうお見通しだ。でこっちはいない。あそれでこっち側に出てくるのか。ちょっと敵が多いんだよね、だからここ、いややばいな。投げナイフとか一旦装備してみよう。アイテムはここ。てか配品って、あ外せるね。投げナイフ13個か。やってみよう、1匹ずつ。ほら16とか。弱すぎる。いやちょっと待って、犬が来てしまった。くそ、ご利用した。ただしかなり体力を奪われたから、施しを1回使おう。施しは全部で3回だから1回分取っとくか。であの骸骨兵、骸骨かどうか知らないけど、こいつおびき寄せる。完全におびき寄せようだな。あダメだ、押し切れない。何にも落とさない。こいつバックスター取りたいんだけど、傷枯れるね。えなんか投げられてる。よいしょ、取れねえし。よし、消えろ。なんかある、ローリングが有効だ。ローリングして下へ降りられるってことね。こっち側
アイテムはない。なんか音するんだけど、え、どうすりゃいいの。おびき寄せる弓で頭狙えそう。ここのアイテムどうやって取るんだっけ。まあいいや、クリティカルヒット来た。さあ来い。引っかかってんじゃん。あ、ちゃんと投げ払ってきた。どこかわからぬか、もう一発。さあ来い、ここだ。当たった。当たったかよくわかんねえ。あ、倒した。よし、ここの鎧は別に蘇るとかそういうのはないはずなんで、残り火施しを使う。これで全回復。施しはただしもう使えない。 FP がないから。 FP でいいんだっけ。でこいつは復活する。お前落ちろ。鉱山アイテムを回収しましょう。お、2つ落っこってる。レイピア、ズボンいらない。あれ、ズボンってこれ普通に敵が死んだやつか。あ、これなんかありそうじゃん。ないし。違った。光の加減でなんかアイテムなのか、ただなんか光ってる風なのかっていう見分けがつきづらい。これはあるんじゃない。ないし。鎧のなんかこう光の反射具合がなんかアイテム落ちてるんじゃない感があるけど、なさそうだね。鎧をぶっ壊せるんだよね一応。そしたらなんかアイテムが出てきても良さそうだけど、もうないかな。ここ取って、中身はもうないってこと。鎧だけが残されて、中の人間は完全に朽ちてしまった。そういう感じか。じゃあこっちに出て、ここにいる。でさらに上から撃ってくるやつを倒す。あ、あされる。ノーマルボルト。一応あれ、ライトクロスボウ手に入れたんだっけ。でここは意外に危険。いろいろ来るから来すぎでしょこれ。ちょっとここに、あ、あれ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 、ちょっと待って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 、分かんねえ。ちょ、一匹残ってんな。視界がだいぶぐっちゃぐちゃになったな。アイテム、あ、この後ろにある緑化草。緑化草が結構早めに手に入るね。でここはショートカット、攻撃の最初のところに出てくるのかな。でガッチャって開けて、でここ後ろ取る。一般兵が呼び覚まされた。かけら、よし、これでプラ2にはできる。あれ、プラ2だよね次は。 あっちにアイテムあんじゃん。これどうする。普通にいける。投げナイフ、投げナイフはもうダメージにはならないからな。まあでも敵を釣るには弓矢もあるしね今。特に投げナイフの使い道が見出せない。火炎壺も使ってないからな。海を相手にするんだったら火炎壺でいいと思うけど、炎の論争がなければね、火に弱いからだいぶひるむはず。でここソウル取って、
で、あっちに行けるから、ジャンプ。で、犠牲の指輪。まあ、犠牲の指輪はちょっと使いどころが難しいからね。で、ここはさっき来て、ダクソ2だとね、犠牲の指輪壊れても消滅しないから、金かかるけどね、直せるっていう利点があるからね、ダクソ3は多分なくなっちゃうんだよね。で、騎士が2人いて、騎士が2人いるんだけど、こいつらはスルーして、いて。で、スルーをして、この中に行けば、入ってこれない。ここがリミットオブエリアだ、お前らの。ゆっくりと料理をしよう。オッケー。次はお前だ。消えろ。鬱陶しいこの盾持ち。お、長槍、残り火。え、こいつ残り火も落とすんだ。で、こっち側。ちょっとエスト行く、このも。事故ると。怖いから。青騎士がいて、で、こいつも一発頭狙って、で、この中に逃げ込む。こういうのね、有効活用しないと。あれ？来ない。大丈夫か？行って。むしろこの方法で倒せそう。俺を見失っている。もう一発くらい撃てんじゃね？じゃあ。いけ！延長してきた。ちょ、待って、怖い。何の延長だ？魔法か、普通に。しかし、お前も、ここがリミットオブエリアだ。じゃあ、頭に当てたいな。ちょ、動きがめんどくせえな。よし。あ、こいつなんだ、熟練の軌跡。落とすね。多分確定ドロップかな、初回。じゃあ中に入っていきましょう。人がいるんでお話を聞きます。待っていました。火のない灰よ、エンマ、ロスニックの祭議長、伝えることがあります。牧の王たちは城にはいない。みんな帰っていった。どっかへと。攻壁の下に向かいなさい。召喚機があなたを導くでしょう。ということで、ロスリックの召喚機、選別を差し上げましょう。古い制約の紋章、多分闇霊が入ってこなくなるの、それとも闇霊が入ってきた時に青い守護者を呼んでくれって共闘してくれるっていう感じかな。まあ分かんないけど、そんなものを手に入れましたと。で、エストがなさすぎる。あ、なんか落としてる。兜。アイテム、あとなんか起こってる？起こってはない。この先、青いやつがいたところは、アイテムはないんだよね、確か。熟練の軌跡だけ手に入れて終わりだね。まあ、要はあいつを倒せと。で、こっち側にも、騎士が一人いるんだよね。こいつらと戦うだけで、エストがなくなっていくからな。ルッツェル、ちょっと一発撃っとこう。弓矢、ほら、よし、一発ずつ。いや、こいつ振りが早え。やばい、負ける。あぶね、死ぬ。足、あれ、鎧以外揃った。もうエストもないし、回復も使えないし、撤退だ。で、ここのショートカットが登って、ワンちゃんがいて、やべ、死ぬ、怖い。もうワンちゃん追っかけられたら、かがり火飛ばせないから、いった。やばい。頭に矢が刺さっている。かがれれば俺の勝ちだ。よし、3300あるから帰ろう。頭に刺さっている。ちょっと
クレイモアを鍛えましょう。強化で、どこだ、なんかいらないやつとかもう預けたいんだけど。蘇生のクレイモアがちょうどプラ2にできるね。プラ3にするには6個か。でも239、240近くまでは上がるね。炎の論争がだって今103、103だからね。それ考えるともう普通に強いな、クレイモア。で、2450ソウルあって、ね、もう木の矢じゃなくて普通の矢が欲しい。普通の矢。これいくつ買える ?245 本か。レベル1上げてえな。100本くらいあればいいかな。これで1500ソウルか。いや、レベル上げらんねえな、1500ソウルじゃ。じゃあ、どうせ失うんだったら、普通の矢だな。ちょっと炎の矢1本100円は高すぎる、さすがに。10倍だからね。10本分の威力はないでしょう、さすがに。いくら炎の矢といえども。じゃあ、ショートカットを使って戻りますか。上の攻撃の方ですね。おう、グレートアクス。やられた。敵はしっかり駆逐すること。それを教訓にここ降りられるのかな。下、あ、こっちから行けるわ。こいつ落下取れんじゃん。落下攻撃じゃないっぽいけど、まあいいや。で、この盾へどうする。2人いるんだよね。痛い。もうすでに回復の施しを1個使っているんだよ。てか蹴りが出ない。でもこのくらいだったら施しでいけるはず。微妙に回復しないけど、まあいいや。エストは4つ残ってる。後ろからは来てないよね。じゃあボス行きますか。このまま論争でいいよね。霧がないよね。多分死ぬと霧が出た気がする。再戦。ちょっと草を食おう。草食って
行こう。盾になってねえし。で、霧がかかってる。さて、潜り込んだ方が俺的には結構ダメージを与えられる気がするんだよな。で、真下攻撃だけ気をつけよう。ポジションが分からんけど真下攻撃が来る。あ、え、どれだ。あ、今あれか、これで第二形態か。で、第二形態が本当いいって素早すぎる。ちょっと距離取ろう。距離取ってエストは2個取る。なんか当初は大丈夫、すげえダメっぽいんだけど、緑化のおかげでスタミナ回復力はある。もう切れてるかで、緑化はもう2つ飲む。押し切りたい。よし、これがカット 100% がマジ役立つわ。緑化も切れてるか、さすがに。あと一発。いや、待って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 、焦る。ここだ。あ、崩されてる。よし、オッケー。なんか全然よく分かんなかったけど、冷たい谷のゴールドのソウルゲット。よし、火が灯った。3000ソウル、俺のソウル回収しよう。失わずに済んだ。ちょっとだけボンファイアリット、一応回復しときますか。あ、転送はしない。あ、アイテムだけちょっと、木箱の整理、いらないやつは預けますか。鎧抜きも使わないからね。ブロッソも使わないな。で、アストラも使わない。クレイムは、レイピアもいらない。ダトゥーンは使えない。グレートアクス32、鉄の塊のような大斧32か。やっぱり脳筋タイプだよね。クラブ、クラブどうかな。打撃用武器として持っとくのはありかな。戦技ウォークライ、雄たけびのように自らを鼓舞し、一時的に攻撃力を上げて強攻撃も専用の追撃となる。連撃か。クラブはちょっと持っておきますか。じゃあロスリックの長槍、技量20も使うんだ。まあ確かに縦軸ができそうなあれだよね。で、ルッツェルンは多分縦軸っていうよりはハルバードと似たようなモーションだと思うんで、とりあえずいらない。あ、でもこのソウルを使いたい気がするけど、まあいいや、先へ進もう。召喚器を掲げる。このなんかボロい旗みてえな。こんなんでよくデーモン来るよな。そしてこのデーモンは永遠にいる。なんなんだろうね。決まって一ちゃん端に落とすっていう。もっと中の方まで連れてってくれよ。フシガイで、ここもかがり火を灯しておきましょう。ボンファイアリット、もうちょっと進みます。で、あそこの門が閉じてて、ただ近づくと門が開いて犬が来て
哀れな亡者ども、叩きは追いかけてやろう。ちょっと待て、いなくなった。ロックオンして撃とう。早い早い早い、一体ずつ無駄だ。え、もう一体来る？あ、来てないか。もう一体釣りたい。どこにいる？どこ？下か？真下か？あ、いるな。犬3体いなかったっけ？お、吠えてる。何？いや、ダメだ。当たんねえ。あ、来た。倒したか。で、あっちへ行く前にちょっとこっち側へ寄り道したい。で、ここにワンちゃんがいて倒す。なんかむさぼってたね。あ、誘い頭蓋か。誘い頭蓋に誘われたんだな。で、こいつら謎の巡礼者なの？なんかよくわかんないけど、いっぱいいる。何に向かって拝んでいるのかは、ちょっとよくわかんないっす。始めたばっかんで。おお。どうか私にしよう。私の枷を外したまえ。何これ。おお。え、殺せってこと？よくわかんねえや。で、こいつがなんか NPC なんだよね。あなたは灰の英雄様ですな。お目にかかれて光栄です。ロンドールのヨエル巡礼者、否定の通りって見てもわかんねえよ。一人死に損なってしまった。これも運命かもしれない。従者とする気はありませんから。元魔術師、従者にしとこう。魔術使わないけど。ロンドールのヨエルはあなたの従者となりましょう。こいつだってなんだ、ほっといていいよね。とりあえずほっとこう。倒してなんかめんどくさいことになっても嫌だし、まあ、最初はね、極力 NPC はやっぱり殺害しないで、極力っていうか殺害しない方向で。アイテムとかは残ってないかな。ちょっとあっち側アイテムあんのかな。もう少し広間を見よう。ちょっと端っこを通って隠されたアイテムがあるか。あ、あるじゃないか。ちょうどこんなところに。あ、機関のコッペンね。機関のコッペンは役立つからね。ま、売ってるといえば売ってるけど、500ソールだっけ。ま、500ソールも貴重だからな。じゃあここの探索はこんなものでいいでしょう。買い物しますか。門を開けよう。で、こいつ、こいつがここのレバーで門を開けたんだよね。で、また閉めたと。さらにここにかがり火がある。早いよね、ここのかがり火。なんか意味あんのっていう。巨人何か。ああ、友人よ。よくわからん。タコ、じゃあちょっと一回4000ソールあるんで帰ります。では催事場話そう。ちょっと話してみる。火なき者はソウルの器は変わんねえや。レベルアップ。クレイモアが持ってるまでの体力を振りたい。本当はね、生命力振りたいんだけど、ここまでか。装備重量58で 70% とかだっけ。今が65、クレイモア持つと 75.5。 あとどんだけ上げればいいんだ。9、
装備重量が58の70ってことかの 70% だからよくわかんねえや。やっぱ20くらいまで振らないとダメだ。頭外せば多分大丈夫かな。クレームは 66.7 大丈夫だね。てかタリスマンが 0.5、 あ弓4あるんだ。最悪弓外すか。弓外してでクレイモアで頭つければどうなる。 68.6 ギリギリだ。弓使う時だけ装備させよう。エストは、エストは特に重さなしか。タリスマンはそうだね、回復の時に。で弓矢も重量はないから大丈夫だな。よし、ちょっと蘇生のクレイモアを使ってみますか。横振りの突き、うん、 OK。 357ソウル、かけらは足りないから絶対無理でしょ。弓矢を買っとこう。あ、火炎壺、これがよくわかんないんだよね。紐付き火炎壺、背中に投げっていうか背後に投げ爆発してダメージ、これがよくわかんない。まあ使ったことないからっていうのがあるけど、残り火売ってるんだよね、高いけどね。盗賊の担当論争もここで売ってて、バスタードソードも売ってんだよね。まあ基本的なものはこいつから買える、こいつとあのばあちゃんから買えるんで。で俺的にはばあちゃんの方アイテム、なんか残り火、こいつも残り火を持っている。火炎壺の機関のコピン500円か、買えない。あ、白いサインろう石がある。協力シュルするシュルとか言っちゃったけど、あ、書くか、自分が書く分だね。じゃあいいや、別に書かないし。2万円、これ欲しいんだけどな。てか塔、その祭事場の裏手にある半ば壊れた塔の鍵、これの扉がどこにあるのかよくわかんないけど。道灰をお持ちくださいませ。まあいいや、300ソウル失ってもしょうがない。ニート君話しかけてみようか。あがいてるようだな。結構なことだ。あの日もりめもさぞ喜んでいるだろう。英雄と呼ばれる魔物たち、その正体エルドリッチ、名前は聞いたことある。生殖したやつはヘドが出るような人食いを繰り返し、溺れた豚のように膨れ、なんだこりゃ、汚泥となり深みの聖堂に幽閉された。エルドリッチは魔物となった。力ゆえに王とはそういうもの。ロスリックの地下、市街の塔の下、今でも道が続いている。神の聖堂に犠牲者を運ぶ生贄の道、お前が心折れるのを恐れるのならば。あ、これは関係ないか。まあ市街行けってことだよね。こいつなんか何の剣持ってんの。鞘にしまってるけど、この大きさからしてクレイモアとあんまり大きさ変わんないか。クレイマーって体験だよね、直剣か体験か。まあわかんないけど、倒せば多分くれるんだろうけど。じゃあそんなわけで、不死街へ行きます。というわけで次回は不死街攻略ですね、やっていきたいと思います。その前に門が開いている。クレイモアの威力を試したいんだけど、お前でいいよ。209、ちょっと一発で倒せんの。論争も試そう、どっちがいいか。多分敵は同じはず、ここにいるの。いくつ ?131? だいぶ攻撃力違うな。ちょ、もう一回クレイモア。アイテムアイテムアイテム、なんだこりゃ、手袋を手に入れた。好き、ああこれクレイマーの方がいいな。
というわけで、じゃあ次回からはクレイムまでね、この不死骸やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。